始まりましたカゴチャンネル。見てください、今日のこの私の顔の薄さ。ファンデーションも何にも塗っておらぬすっぴんでございます。イエーイ。めっちゃ笑うじゃないですか。何がですか。今日は違うんですよ、もうあの私あのこの間の動画の時に三度さんと一緒にあのライブ12月のライブに向けてなんかこういろんなことをやり頑張りますっていうことをこのカゴチャンネルで配信しようって言ってて、で、あ、今回はあのライブメイクとかそのメイク動画っていうのを今まで上げたことなかったんで、あ、メイク動画いいかもねって言って、で、今日に至るんですよ。なるほど。なのであの何もまだつけてない状態のこの前髪のこれいつものこれですから、これカゴチャンネル。で、私あの今日メイク道具を用意したんですよ、うん、ここのやつ、じゃ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 ん、まあなんかいつも使ってるようなものを用意しました。多分ねマジでカゴさんが何を使ってるのかみんな気になってる人多いと思うんですよ、うん、あの SNS でもアイボンメイク動画とかアイボンファンデーション何使ってるとか本当に聞かれるんですよ、うん、多分絶対カゴさんのやつで見たいはずよ。と、まあでもいっぱい他にもあるんですけど、まあ、いつも使ってるものをレギュラーで活かしていただくと、なんか私このどこナンバーズインっていうやつですね。これはベースとして使ってるんですけど、ファンデーションとしても使えて日焼け止めもあって、でこれめちゃくちゃ飲めるからこの1本で結構使える。コスパいいですね。コスパいいです。でこれはお仕事じゃない時なんか普通にちょっとお出かけする時のクッションファンデ、これはとっても薄付きでネイチャーパブリパブリ、韓国です。韓国のやつ、これすごいいいんですよ、薄付きなんですけどちょっと白くてトーンが上がる。やっぱ白い方がいいですね。白い方がいいです。あとは私が大好きなディオールのこれあのチークハイライトなんですけど、これはめちゃくちゃ可愛い。チークこうほっぺ、あ、そうです、ほっぺに赤くするやつだ。そうなんだけど色がつかなくてほわんってあの柔らかい感じになる。スクスク有名ですね。スクのこのアイシャドウをあんま使わないですけどオレンジのこれすっごい綺麗ですよ。ほら、あの一塗りで色が出て。アイシャドウ、アイシャドウね、の上。そうですね。あとはこれとかなんか秋っぽくていいなと思ったのがソソ。ソソ。これもいろんな色があって、これはクリームタイプの。口紅とかリップとか、これ1個で完結する。一色じゃないですね、入ってるの今。そうですね、一色じゃないですね。私大好きなのがこのディオールのこのピンクのチーク。またさっきチークはどうだったの。いや、あれはハイライトチークなんですよ。ハイライトチーク、はい、ちょっとこうパッと明るくさせてからチーク、いろいろあるんですよ。で、結構大好きなリップがロム&ジューイフル。分かってます。分かってます。本当に合ってます。してるよね。これめちゃくちゃ可愛いですよ。この色が可愛い。01番。01番。こういう色ですね。そんな感じですかね。あと目の下のキラキラはこれどこ？あ、シュウエムラ。ほらちょっとあの暗いんですけど、うん、これは秋とかにすっごい可愛い。季節ごとにメイク変えるんですね。変えますね。楽しいんですか。楽しい。だって自分の顔って飽きません。飽きる、飽きるじゃないですか。だからあの服と同じような感じ、うん、楽しいですね。めんどくさくはない。全くめんどくさくない。てかメイクしないとなんかもう無理。まあそんな感じ。そんな感じでやってます。あ、そう、これ大好き、シャネルのパウダーファンデ、お粉ですね。これはもう5年、あ、嘘、3年使ってます。だから今回はよし、これでみんなに
あのカゴのメイクを初公開できると、うん、楽しみで、私も楽しみだ、はい、うん、でもそれライブ用じゃないじゃないですか、うん、これですか、はい、まあそうですよね、普段のメイク、普段のメイクです、ライブだからちゃんと気合い入れてもらわないといけないと思ったんですよ、うん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 、で僕今日、うん、買ってきました、何を、あのライブ用の、え、ライブ用のメイク用品ちょっと待って、かっこチャンネル、ライブソール、ライブっぽいやつで、本当買ってきてくれたんですか、はい、あ、でも待って、ダイソーって書いてる、そうです今流行ってるの聞いたんですよ、ダイソーメイクが、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、メイク動画って、はい、こうキラキラしたものじゃないですか、こう、じゃあ見てください、かわいい、なんかキラキラしたやつですね、キラキラ、ちょ、ちょっと見てみましょう、はい、え、怖い、ちょっと待って、怖い、ショップがひどいの見つけたけど、メイクって何それ、これ、お、これあれですよ、バカ殿様のライブ、白いやつ、ライブのメイクって聞いたんで入る方がいいかな、なんかライブ前になんか履き違えてる気がするんですけど、ライブ、歌のライブだよ、いやでも皆さん本当大丈夫、はい、でもいっぱいあるんで、お笑いもやるんですか、このライブで、お笑いやらないです、お笑いはやらない、平常フェスじゃないんで、あ、違う、お笑いはやらないんです、コントも棚に入るとかじゃない、コントも入らないんですよ、コントから歌、歌からコント、あれちょっと待って、ちゃんと説明してくれました松本さんに、いや僕はライブやりますしか聞いてないんで、僕らのライブってやったよって聞いて、あのカゴのライブはあのカゴチャンネルであの歌ってきたやつをライブとしてあのファンの皆様に見てもらおうっていうライブなんですけど、コントとかない、え、コントないし、お笑いもないし、私お笑いの人じゃない、え、じゃあ僕どこで力発揮するんですか知らんそう、だから全然違うし、え、まあでも何これ、フェイスペイント、これ絶対メイクじゃない、でもライナーって書いてあったんで、よく、ふんわり可愛く描き出す、これ可愛くって書いてあるじゃん、え、あ、ほくげを描くときに、ほくげ、ほくげを、ほくろげほくろげとか描かないから、ほくげを描くときに使えるんですよ、え、だからそれやらないから、怖い、待って、もうちょっと一気に見るのか、はい、見るの怖いわ、なんかいっぱいある、めっちゃ買ってる、そう、買ってきましたよ、すげえ恥ずかしかったんですから、え、すごい、あ、でもこれとかはなんか、そういうのいるじゃないですか、やっぱりなんかわかんないけど、いやいやいや、ハロウィンだったらありだけど、でもこれはいいんじゃないですか、これは、そうそう、なんかよくわかんなかったんで、可愛いリップ、これもう顔に描くやつじゃないよ、え、ち、怖いな、あ、これは大丈夫だね、スポンジコンシーラー、こんなのあるんですね、そうそうそう、なんかそういうの多分このまま使えるんだと思う、人気ですって言ってたん、これ筆、キラキラ、これピンク、これパウダー、それだけあのカクちゃんのメイクで多いです、え、カクちゃんの、それだけカクちゃんのです、なんでこれ使わせてくださいよこれ普通のやつ、いいんじゃないですか、こういうやついっぱいあったでしょ、ダイソーに、分かんなかった、こういうやついっぱいあるんだよ今、これ使ってメイクするです、私今日、かっこチャンネル、じゃあ皆さん、始めてみたいと思います、多分ここに、やばい顔、うっそー、やめてで、ここ今見たらなんかこれしかないわけ、ファンデーションらしきものが、だから時間をやった方がいいですよね、結局は、そうですね、早くメイクで、私見れないよね、はい、 OK、 じゃあ5分、5分わかんないです、メイクってそもそも何分ぐらいだと思ったんですか、ライブだったら本来は30分1時間はかかるよね、はい、じゃあちょっとあのこれやってみるね、コンシーラー、はっ、出てきた、もうすごい便利ですね、おぉ、わぁ、便利だ、なんで、すごい、じゃあちょっと塗っていきます、うわすごい、おぉ、え、濃いです、濃いです、ちょ、とりあえずこれしかないじゃん、ファンデーションが、こうして、多分こうやって
馴染ませるじゃん、はいはい、ああ、ほんまや、馴染んできた馴染んできた、うん、おー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 あー、ぽいぽいうまいっすね。え、いけてる？私今想像してる、いつもの自分の、うんうん、感じと、うん、だってね、20年以上してますもんね、毎日してますよ、12歳からメイクしてる、こうでしょ。なんか雰囲気はうまくいってる気がする。で、ちょっとトーンアップさせたいので、うん、あー確かにトーンアップしてる、だいぶトーンアップし してる、だいぶしてます、はい、だいぶしてます、はい、あ、いい感じです。だからトーンアップさせて、やっぱ T ゾーンと、これは大事だから。どこをどうするみたいな、ポイントみたいなのあるんですか？そう、やっぱり、なんか、白いのは、この真ん中に置きたいわけですよ、うん。で、ちょっと暗いのは外側に置きたいわけ。で、基本的に私、ファンデーションはここら辺しか塗らないから、うん、こんな感じでちょっとトーンアップ。なんか、鼻が長いから、なんか象みたいな顔してるから、こっちに上げたいわけ、顔を、うん、だから結構こっちを白くしたいっていう感じ、うん、で、ここしかないからちょっと筆とかもないじゃん。筆ですよ、これ、眉毛、うん、これも筆です。眉毛これで、あ、これでいけるんじゃない、眉毛いつもの感じで。そこ眉毛は見れないよね。ついてる。もう3分経ってますよ。やばい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 。うまい。想像して。いつも。いけてる？多分ここら辺だと思う、私。眉毛。ほら。ちょっと眉尻っていうの、これ下げるんですよ。ちょっとだけこう。あ、下げてます？うん、少しこう下げてるっていう、うん、下げたい、これで眉毛 OK じゃん、はい、あと1分半、あ、いや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 、あと1分半、アイシャドウ、アイシャドウ違う、筆がねえから、こんなのでアイシャドウいけるん？それは難しいね、それはなんかチークっぽいね。そうでしょ、これやっちゃったらチークいけないやん。じゃあ、じゃあこっちに行くか、これで行く、あ、ライブっぽい、ライブっぽい、ライブっぽい、どう、あのだ、推しの子、あ、推しの子みたい、かわいい、キラキラし、かわいいです、キラキラしてます、あのアイドルの歌の曲が鳴ってるのが俺の頭、誰もが目を奪う晴れてく君は完璧で究極のアイドル、いい感じ、こんな感じだよね、はい、そうそうそう、歌わないといけないんだよ、そうそうそう、メイクの時って、はい、ぶって君は思いでくわすメイビーあってこれがアイライナーじゃん、はい、いくよ、はいはいはい、いい感じ、いい感じです、あと30秒です、はい、これで、あの目の下の影作りたいわけよ、私この、この下の、この下の影、クマってこと、涙袋、あクマなんですか、いやだから、なんでクマ作んだよ、筆がないから、これでいくしかないじゃん、もういいです、あとノーズシャドウもしたいから、ないからこれでいくね、時間もないですし、ライブ中ってそれぐらい、どう用意する気もないです、どうです、あー確かに、おおすごい、立体出た、え、お前立体感出ますね、すごい立体ですよ、うまくいってる、まあまあ、え、鏡見てない割にはいけてる、まあまあうまいですよ、まあ安心はしてます、わ、すごい、これじゃあもうこれチークでいきます。
これやっと出たよ。ああ、やった。簡単かやった。これ。チークは。ああ、いい感じっすよ。いい感じ。で、ベニですか。ベニですね。これリップですよね。いいんじゃない。かわいい。カッコチャンネル。こうなるんですけど、はい、どうですか。いい。画面映えしますね。いいですか。はい、じゃあちょっと3、2、1で見たい。はい。3、2、1。ねえ、全然だっけ。ひどいよ。いい感じ、映えてますよ、ね、うん、私信用してたんですけど、本当にいい感じだと思ったら、いつもっぽいです、うん、やっぱライブの時って派手じゃないですか、衣装に負けちゃうから、やっぱり顔がやばいじゃん。いや、今家にいるからそう感じるんですよ。でもチークの位置さ、めっちゃうまくいってない？見てない割には眉毛とか。眉毛は失敗してますよ。え、失敗してる？ちょっとあの、クソ静香のモノマネする人みたいな。あー、わしも、おんこしてこんなメイクもライブでは見られるってことですかね。見れません。見れないでしょ。12月何日かのライブでは。いや、見れないよ。じゃあ、いや本当にこれ誰得？ライブメイクが、こんなメイクになってしまいました。ピエ。チャンネル登録お願いね。カコチャンネル。